本編をご覧になる前に作品世界の魅力とその設定を少し紹介してみたいと思います。キャプテン・スカーレットの企画は、まあ、プロデューサーのジェリー・アンダーソンがですね、念願としていたある企画がありまして、まあ、宇宙人によって主人公がさらわれてですね、まあ、ある種アンドロイドにこう改造されてしまうわけですね。それで、まあ、宇宙人によって操られるわけですが、そのコントロールを脱した主人公が人類の味方に戻って、まあ、ある種そのメカニックの体の長所を使ってですね、どんな危ないところにも出かけてこうピンチ一発、まあ、生還してくるという、そういうスーパーマンのキャラクターを作ってみたいと、それが実はキャプテン・スカーレットの元ネタだったわけです。で、まあ、ある種日本のサイフォーム009かアメリカの600万ドルの男のようなイメージで当初は考えていたキャラクターだったわけです。まあ、あのアンダーソンがもう一つこだわったのが、もう少しサンダーバードに比べてですね、リアリスティックにやってみたいというのがありまして、キャプテン・スカーレットは新しいタイプの、あのエレクトリックリップシンクロというのが、実はサンダーワードというのは頭の中についてるんですが、それを胴体の中に入れることによって頭を小さくできて、こう全体的に非常にこうスマートな人形群になってできる形になったわけです。まあ、メインライターのトニー・バーイックはですね、まあ、シリーズ構成も手がけたわけですが、このキャプテン・スカーレットのいわゆる企画コンセプトというのは、ある種サンダーバードのバリエーションなんだということを言ってます。まあ、いわゆる秘密基地の代わりにクラウドベースがあり、国際救助隊を苦しめる、まあ、フッドの代わりにブラック隊がいて、世界中でいろいろな事件が起きると、ヒロインもペネロープが一人であったものをもう少しこうバリエーションを入れて、世界中の、まあ、人種で作られているエンジェルインターセプター部隊みたいな形でですね、ある種サンダーバードをもう少しアクションタッチにして、いわゆる作品として成立させようとしたのがこのキャプテン・スカーレットだったわけです。まあ、いわゆるサンダーバードがいわゆる国際救助隊というレスキューストーリーなのに比べ、ある種それにパンチ力、いわゆる地球侵略を企てようというですね、いわゆるミステロンという宇宙人に対抗する、地球防衛機構のスペクトラムという、まあ、カラー作品ならではの非常にカラフルな色にあふれる、まあ、組織とのバトルアクションをそこの中で描くような形になっていったわけです。この2068年のですね、未来世界の中で地球防衛機構として作られたのが、いわゆるスペクトラムという秘密組織だったわけです。まあ、ここの本部は雲海の中にある空中に浮かぶクラウドベースというですね、まさにジェットエンジンで浮く、まあ、秘密基地の中に、ね、まあ、作られているわけですが、その中でいわゆるホワイト大佐によって、まあ、命令を受けて行動する、まあ、秘密隊員たちなわけですが、いわゆるキャプテン・スカーレット、あるいはこうブルー隊、あるいはグリーン、あるいはブラック隊とですね、この色分けによってある種こうコードネームが決められていて、まあ、彼らはみんな本名を持っているわけですが、そのスペクトラムの中ではいわゆるキャプテン・スカーレットという形で言われて、いわゆる行動するような、非常にそういうところにもこう未来的なこう雰囲気をですね、出そうとしているわけです。まあ、このキャプテン・スカーレットたちの仲間のブラック隊が、実は2068年に火星探検で、そこでミステロンの基地に遭遇するわけです。宇宙人ミステロンは地球人といつで出会うだろうと思っていたわけですが、そのいわゆるブラック隊員の乗るですね、火星探検車にテレビカメラを向けた時に、それが攻撃兵器だと勘違いしたブラック隊が攻撃をかけることによってですね、何の攻撃もしない自分たちをよくぞ攻撃したなという形で、ミステロンが地球に対して恐るべき復讐を計画する。まあ、このミステロンの地球破壊工作に対抗して、まあ、キャプテン・スカーレットたちが戦い抜くわけですが、実はこのスカーレットが一度はミステロンの虜になってですね、ある種体を改造されてしまって、こう不死身の体になってしまうわけです。ところが、まあ、彼は傷を負ったことで実は意識を取り戻して、ミステロンの支配下を脱することによって、その不死身の能力は残るわけですが、そのスーパーマンとしてのですね、ある種力を使ってこうミステロンの破壊工作を未然に防いでいくというのが、
クライマックスになっていきます。もうその不死身の体を持ったがために普通の人間だったら死んでしまうような爆発やそのメカニックの激突の中でもある種スカーレットが生還してくる、こうそこにみなぎるサスペンスというのは独特のタッチをこの物語の中に作り上げていく形になるわけです。もう実に多彩なキャラクターたちが登場します。まあ、このキャプテンスカーレット、あるいはブルータイ、あるいはグリーン、まあ、グリーンというのはこのスーパーマリオネーションで初めて登場した、まあ、黒人キャラクターなわけですが、まさに世界の人類が一堂に会すというですね、このスペクトラムの人形美術で見せたこの世界中の21世紀の人間が決心した、まあ、スペシャリストの地球防衛機構というこのキャラクターたちのかっこよさ、ある種ミリタリータッチのですね、サンダーバードの国際救助隊というある種レスキュー部隊と地球防衛機構という、まあ、SF タッチのアクションタッチを比べていただいて、このキャプテンスカーレットで見せたこのシャープなスーパーマリオネーションの魅力をですね、ぜひ味わっていただければと思います。キャプテンスカーレットのメカニック世界というのは実はサンダーバードで描けなかったテクニックをデレック・メディングス特撮監督が挑んだ作品でした。まあ、サンダーバードの中で非常な人気を呼んだペネロープが乗る、まあ、スーパーロイス・ロイスの FAB-1、まあ、6輪のスーパーカーぶりを見せたわけですが、あれに負けない主役メカのですね、SF メカを作ってみようと言って彼が作り上げたデザインが追跡戦闘車、いわゆる SPV といって、これは世界中のファンに愛されたウェディングスのいわゆる代表的な傑作デザインといわれる、いわゆるスーパーメカニックです。その装甲車にも似てですね、ある種こうシャークフェイスみたいなサメみたいなタッチ この、まあ、バンパーを持って、しかもエアダクトがですね、まあメディングスはデザインの特徴で空気取り入れ口を非常にうまくデザインの中にアレンジするので、モデルメーカーの人たちはデレクエアインテイクメディングスと、何でも空気取り入れ口をつけちゃうおじさんなんだと言ってメディングスを呼んでたわけですが、サイドにある空気取り入れ口、車体のトップにあるそのエアダクトのですね、メカニックタッチがもう存分にその装甲車、未来の戦闘用装甲車の決定版をこう作り上げたわけです。しかもぶつかった時にですね、無中傷にならないようにパイロットは逆さに乗ってですね、テレビを操作しながらという、こういう装甲車というのは SF メカの中でもなかなか出てこないデザインです。そしてエンジェルインターセプター、いわゆるヒロインたちが乗る、まあ、スペクトラムという地球防衛機構の主役飛行メカニックなわけですけれども、全員女性がパイロットとい もうまさに女性の時代が21世紀になるんだというのを予感させるデザインワークスなんですが、そのある種こうデルタ翼でいながら翼が下にですねこう降りていて、しかもその車輪ではなくてこうスロープの形のですね、そのいわゆる着陸脚でいわゆる緊急発進していく、でしかも緊急事態になると女性パイロットが椅子に座るとそのままこうエレベーターでこう機体に入って見せるスクランブルタッチというですね、その乗っている、まあ、エンジェルという女性キャラクターが、まあ、ある種白い服に金色のストライプの彼女たちはミリタリータッチの、まあ、デザインの服を着ているわけですが、それとリンクする白い機体にこう赤いストライプが、いわゆるスペクトラムマークとともにこうデザインタッチを上げるですね、これはメディングスのこうデザインワークの中でもいわゆる最高傑作の一体と言われるものを作り上げるわけです。サンダーバードっていうのはどうしても大型の飛行メカが中心なもんですから、そこでは人形劇の世界といわゆる特撮メカニックの世界っていうのはどうしてもカットバックで描くような形になるわけです。実はキャプテンスカーレットというのはさらに そこに突っ込んでですね、例えば第1話を見ていただくと、まあ、巨大な空中駐車場にですね、ある種ブルータイが、まあ、ホバーリング装置を使って、まあ、そこに出てきてですね、しかもそこにミステロに操られたスペクトラムヘリがやってきて、そこでまあ銃撃戦になって、しかもそのミステロに操られているキャプテンスカーレットは人質を取ってこうバルコニーみたいなところであわやして落ちそうになるという、そういうですね、特撮と人形劇の世界とそこのエフェクトをですね、全部一致させて、それ単なるカットバックではなくて、まるで人形とメカニックがですね同じ世界にいるような
ポタッチを何としても出してみたいと、ベディングスがその特撮のサスペンスを人形劇までカバーするんだというのを挑んだ作品です。ですからインターセプターのコックピットの中に見えるエンジェルたち、あるいはパトロールカーの操縦席にいるキャプテンスカーレットというのは手を変え品を変え人形たちのアクションというのをですね、特撮空間の中にダイナミックにベディングスは設計していきます。これはサンダーワードではなかなかできなかった、サンダーワードって大型メカなもんですからなかなかそういうサイズにカメラが寄れないわけですね。ところがキャプテンスカーレットというのはスピード感あふれる自動車がスーパービークルが中心の世界ですから、例えば追跡戦闘車の扉が開くとですね、そこにブルータイがいたりキャプテンスカーレットが座っていると、こうテレビを見ている子どもたちや私たちも、あ、街で見たあの車と同じぐらいのサイズだというのがその時初めて分かるわけです。これは人形劇と特撮をジョイントしようとするある種ビングスの、メカニック演出のチャレンジがこのキャプテンスカーレットだったわけです。キャプテンスカーレット、インディストラクター。